あれ？いや。みんな完璧に幸せになったみたいだね。モンスターたちは地上に戻った。平和と繁栄が世界に満ち溢れるんだ。一息つきなよ。心配事なんてもう何もないじゃない。何？ 何その間は。まあ、一つだけ最後の脅威があるけれど、みんなが頑張って掴んだ全てを消し去る力を持った存在が。僕の言ってることわかるよね。そう。君のことだよ。君はまだ全てをリセットする力を持っている。トリエルもサンズもアズゴアもアルフィスもパピルスもアンダインも。君がそう思うだけで、みんなこの時間軸から引き離されて、全てが始まるその前まで戻されるんだ。誰も何も覚えていないままね。君は君がしたいようにできるだろうね。その力。僕はその力を知っている。君が必死で抑えていた力だよね。かつて僕はその力が欲しかった。でももうリセットなんてする気になれないよ。僕は。そんなことができるなんてもう考えられっこない。あんなハッピーエンドを見た後じゃね。だからお願い。みんなをそっとしておいて。フリスクを幸せにしてあげて。フリスクの人生を歩ませてあげてよ。それでも。もし僕が君の気を変えられないなら、もし君が本当に全てを消すなら、僕の記憶もちゃんと消すんだよ。ごめん。こんなこと多分もう何百回も聞いたよね。うん、それじゃ。また会おうね。うん、すいません、ちょっと綴りが間違ってるんですけどね。これなんて読むんだろう、パパ？ うん。どうもこんにちは、トイレットペーパーです。今回からですね、アンダーテールシーズン2ということで、また最初からプレイしていきたいと思います。で、前回までをシーズン1とさせていただきますが、ちょっと待ってくださいね。まず、このアンダーテイルというゲームをこれからプレイする予定のある方は、できれば、私の動画なんかね、見ないで、まっさらな状態でプレイされることをお勧めします。まあ私がそのシーズン1で実際そういった感じでプレイしていったんですけれども、その方がこのゲームは楽しめるんじゃないのか、ないのかなっていう、まあ私の勝手な思いですけれどもね。ということで、これからちょっとネタバレを含めた話をしてしまいますが、大丈夫ですかね。はい。シーズン1までで、私は2つエンディングを見ていました。この2つっていうのを何で分かったかっていうと、今回のシーズン2を始めるにあたって攻略サイトを私確認してしまいました。まあ、ちょっといろいろ、あってっていうか、まあその辺はおいおい説明するとして、攻略サイトを見ました。そこで私が見たエンディング1つ目が、
ナチュラルルートですね。アズゴアを倒してエンディングっていうところまでがナチュラルルート、日本語で言うと中立ルートと呼ばれている、エンディングのようです。で、2つ目が、最後、24話で見ましたルートがトゥルーパシフィストルート、真の平和主義者ルートということみたいですね。うん。で、おそらくその流れが一番オーソドックスなこのアンダーテイルというゲームのクリアの仕方だったんじゃないのかなと、勝手にですけどね、思っています。で、これから私がクリアするルート。まあ、そもそもが、シーズン1の時に視聴者さんから、裏ボスは倒さないんですかというコメントをいただきまして、裏ボスと。私がそのシーズン1をプレイしてきて、裏ボスらしい裏ボスって、なんかそんな伏線があったようには思えずですね、どうすればいいんだろうかと。まあ、やってみたいっていう気持ちはあったので、ただどうやれば裏ボスにたどり着けるのかっていうのがわからなかったのもあって、攻略サイトを確認してしまいました。で、まあ、結論から言いますと、今回攻略するルートの名前はジェノサイドルート、虐殺ですね。うん。まあ、先ほどフラウィーも言ってましたが、ハッピーエンドを迎えた愛すべきキャラクターたちをおそらく殺していくようなストーリーになるのではないのかと思います。攻略サイト見ましたが、何でしょうね、まあ日本語の攻略サイトだったんですけれども、その辺のネタバレを気を使ってなのか、そのジェノサイドルートを進めていく方針レベルまでしか書いてなかったので、ストーリーがどうこうとか裏ボスが誰っていうのは今現在その攻略サイトを見た私も分かっていません。なので、まあ、ジェノサイドルートというものがあって、そのルートを進むためには何をすべきなのかっていうところまでしか私も分かっていないので、まあ、ストーリー的には初見の気持ちで進めていきたいと思いますが、なかなかね、重い腰が上がらず、ジェノサイドしていいものなのかと。うん、いうところだったんですが、もうやるって言っちゃいましたから、やっていきましょう。で、おそらくこの全てをリセットっていう選択ですよね。違うのかな？違ったら嫌だけど。リセットしましょうか。まあ、フラウィーの話を聞く限り、こっちで良さそう。すべてをリセット。押しちゃいます。ほい。あ。そうか。今度はちゃんとした名前にするかな。綴り間違ってたんですよね。残念なことに。後半まで気づかなかった。どこだどこだ、ペイ、あ、Z。よし。今度は綴り間違えずに。いや、せっかくだから間違えた綴りのまま行こうか。あれ。よし、パパ。はい。はい、ここまでは一緒ですね。まあ当然か。これから私が選択していく内容によってジェノサイドルートが始まっていくと。懐かしいですね、もう。いや、僕はフラウィー。お花のフラウィーさ。
ふむふむ、君は地下世界の新入りだね。見たところすごく困っているみたいだね。ここでの過ごし方を誰かに教わらなきゃ。ここでは僕が先輩だから教えてあげるよ。準備はいい？行くよ。そのハートが見える？それが君のソウル、君の心の体の現れさ。君のソウルはまだ弱いけど、レベルを上げるとどんどん強くなっていくよ。そっか、そうだったね。レベルじゃなくてラブと。ラブが欲しいよね。心配しないで。僕が少しだけ君に分けてあげるよ。ここからラブを落としてあげるからねって言われて、私は最初まともにこれを受けたわけですね。じゃあ今回は天の尺に行ってみましょうか。これかわすとどうなるんだろう。小さくて白い友情のかけらとしてね。準備はいいかい？さあ動いて、できるだけたくさん集めません。ねえねえ、全部落としちゃったよ。もう一回やってみるよ。いい？はい、集めません。ふざけてんの？脳みそ腐ってんの？いいからさっさと玉に突っ込めよ。あ、悪い顔になった。さてはお前、当たるとどうなるか初めから知ってたな。はい、僕のイラつく顔を見たくておちょくってたわけだ。あ、結局こうなるのね。死ねと。うん、この辺の展開は一緒ですね。なんて恐ろしい魔物なんでしょう。罪のないか弱い子供を傷つけるなんて。ということでトリエルさん登場。ああ、怖がらなくていいのよ坊や。私はトリエル、このルインズの管理をしているの。毎日こうやって誰か落ちてきてないか確認しに来てるのよ。長い間ここにいるけど、人間がやってくるのは初めてね。ついてきて、地下を案内するわ。こっちよ。うん。遺跡の影がぼんやりと現れ、あなたは決意で満たされた。セーブしましょうか。もう前のセーブデータだって、データ消えちゃったってことか。それはそれでちょっと切ないな。新しい家へようこそ我が子よ。ルインズの歩き方を教えてあげるわね。はい。ルインズにはパズルがたくさんあるの。昔ながらの気晴らしと鍵の合わせ技ね。部屋を進むにはパズルを解かないといけないの。よく見て慣れていってね。まあこの辺は一緒なんだよな。ここを進んでいくにはいくつかスイッチを押すのよ。心配しないで、私がスイッチに印をつけておいたわ。はいはい、これとこれね。よくできました、お利口さんね、我が子よ。さあ次の部屋行きましょうか。あ、そっか、ここで戦うんだ。モンスターたちは人間を見つけると襲ってくることもあるわ。その時のために準備をしておかないとね。でも心配しないで、やり方は簡単よ。モンスターに遭遇すると戦闘が始まるの。戦闘が始まったら仲良くお話しすればいいのよ。というのを真に受けてって言い方はあれだけど、前回はお話をして敵を倒さずにクリアしました。今回はそうはならないと。時間を稼いでくれたら私が仲裁するわ。このダミーで練習してみましょうか。よし。
ファイト。ダミー。よいしょ。ドーン。あら、このダミーは戦うためのものじゃないわ。話すためのものなのよ。誰だって痛いのは嫌。そうでしょ。さあ、ついてきて。パズルはもう一つあるわ。解けるかしら。初めて倒した。そういえば初めて経験値をもらうわけだ。これあなたのラブが上がった。レベル2になったね。トリエルさんは特に何も言ってくれないね。これもパズルね。だけどさあ、少しの間手を握っていてね。これは今のあなたには少し危険すぎるわ。ここまで本当によくやってきたわ、我が子よ。けれどちょっと辛いことをしないといけないの。この部屋は一人へ進んでほしいの。許してね。うん。あれ、こんな長かったっけ。到着。あれ、ああ来た来た。まあ坊や、心配しないで大丈夫。そばにいたわ。私はただこの柱の後ろにいただけよ。私を信じてくれてありがとう。でもね、このお稽古には大きな意味があるの。あなたが一人でいられるかどうかテストするためよ。私は今から用事があるの。だからあなたは待ってないといけないわ。ここにいてちょうだい。一人で探索するのは危険だわ。そうだ、携帯電話を渡してあげましょう。もし何かあったらいつでも電話してね。いい子にしてるのよ。わかった？というわけで一人になったわけですが、どうしようかな。住んじゃおっか。電話だ。もしもし、トリエルよ。部屋から出たりしてないわよね。その先にはまだあなたに説明していないパズルがあるの。あなた一人で解こうとするのは危険よ。良い子でいるのよ。いいわね。あれ、なんだこの感じ。こんな感じあったっけ。読めないな、潰れて。まあいっか。はい、セーブしましょう。でこっちに確かキャンディーがあるんだよね。お一つどうぞとある。キャンディーを取る。はい、キャンディーを取った。でこれ何個か取れるんですよね。なんてひどいことを。あなたは罪悪感で満たされたっていうところで前回はやめたんですが、さらに取ってみましょうか。早くたくさん取りすぎたキャンディーが地面にこぼれた。あー、そういうことか。よいしょ。あら、ほっ。こう落ちるんだよね。落ちてこっちだ。
でもジェノサイドルートってそういうことかな。倒していけばいいのかな。もしもし、トリエルよ。特に理由はないけど、けれど、あなたはシナモンとバタースコッチ、どちらが好みかしら。シナモン。あれ、私前回どっち選んだっけな。まあいいや。うんうん、わかったわ。どうもありがとうね。ガチャ。で、またかかってきて、もしもし、トリエルよ。バタースコッチが嫌いというわけではないわよね。あなたの好みはわかったけれど、もし食卓に並んだらお鼻が曲がるくらい嫌かしら。うんうん、わかったわ。それと、待っていてくれてありがとうね。待ってないけど。ほっ、ぴょんぴょん。ほっ、はいはい。あなたって何かアレルギーはあったりするかしら。え、なんでそんなこと聞くのって。深い理由はないわ。ガチャ。これどうだったっけな。こんな感じだったはずだけど、下なんかあったよね。下も降りようか。敵がいたり、あ、するんだね。こういうランダムエンカウントの敵も全部殺していかなきゃいけないんだろうか。そのこのルインズに敵がどれぐらいいてとかいう、そういう目安が分かんないんですよね。こうやって歩いてるとエンカウントするのかな。あ、するな。虐殺ってどれだけ倒せばいいんだろう。ほっほっ、おっとよっ。あれ、硬いな。うわー、いっぱいいる。ぬめぬめ、ごぽ。うわー、これきつい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 。セクシーなプルプル。うわー、ほっ、よいしょ。お、ラブが上がった。おっと、俺を襲うってのはどこのドイツだい。ん、動いてください。だってしょうがないな、おちびちゃん。今回だけだぜ。え、もうちょっと動いてくれ。だって、あいよ、これでどうだい。そっちじゃないんだな。え、向きが違うって。じゃあ多分こうだろう。
はい。え？じっとしててくださいだって？まったく言わずかいの荒いやつだな。ありがとう。いつかネズミが穴から出てチーズを食べる日が来るのだろう。あなたは決意で満たされた。うん、もうちょっと進めましょうか。あんまり違いがわからないな。あ、こいつと戦うの？もう行ったかな？お化けは寝たふりをして大声で Z と言い続けている。押しのける？はい、戦うんだ。ほっ、あ、結構硬いね。あ、そう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 、こんなんだった。一人になりたいと思ってる。ほっ、あと2回ぐらいだな。ほっ、当たっちゃうな。さよなら。うん、ゴーストを倒せないこと知っているよね。僕らは実体を持ってないから。君に失礼にならないように HP を減らすふりをしてただけなんだ。ごめんね。余計気まずくさせちゃったかも。君に僕を倒すふりをさせちゃったし。え、経験値を失った？よかったのだろうか。確かここでドーナツがもらえる。買ってこうか。じゃあちょっと体力を回復して、友達が話を全然聞いてくれないんだ。話してるとすぐ X キーでスキップするのさ。そんな君まで、うん。はい。まあチュートリアル的なやつですね。え？あー、戦えないのかこいつらと。おお、強くなったね。レベルが上がると。ほい、オッケー。もしもし、前に掃除をしてから随分経っていることに気がついたの。
そんなに早くお客さんが来るなんて思わなくて。あちこちにいろんなものが散らかってると思うわ。拾ってもいいけれど、必要ないものまで拾わないようにね。いつかあなたの大好きなものが見つかるかもしれないでしょ。そんな時のためにポケットは開けておかなきゃ。あー、これなんだっけな。色あせたリボンを見つけた。装備しましょう。1個ずつ落ちて敵も倒していこう。はい。あ、こいつも硬いね。危な。ほっ。はい。あら。お願いだからいじめないでって言われてもな。ごめん。目障りだよ。おお、いやらしい。これがあれか、スイッチか。あれ、お化けいたはずだけどな。倒したらいないのか。これは結局わからなかったんだよな。ここにスイッチがあるんですよね。で、開くと。で、次が、なんだっけ。うん、よくわかんないけど、クリアした感じ。で、確かこっちに武器がある。よし。ああ、思っていたより時間がかかったわ。どうやってここまで来たの、我が子よ。怪我はない？お怪我はないみたいね。よかった。だけど、こんなに長い時間放っておくべきじゃなかったわ。こうやって驚かそうとするなんて無責任だったわね。もう隠しきれないわね。おいでなさい、我が子よ。可愛らしい清楚なお家を見つけて、あなたは決意で満たされた。
というわけで第1回はここまでとしますか。ストーリー的にはというかトリエルの反応はそこまで今んとこ変わってませんね。ひたすら殺してきましたが、ちょっとまだ正解がわかりませんが、こんな感じで進めていこうと思います。よろしければ、次回もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。